んばんは。こんばんは。今日はじゃない、今年初暖房を入れた。今日なんかめっちゃ寒い気がする。もう寒すぎてエアコンを入れました。リアルお話し会でサビに惚れ直した人ですって。ありがとうございます。こたつ入りましょうよって。なんとこたつある前提なんだ。まだないです。もしかしたら買うかもしれんけど、まだないです。ね、昨日はリアルお話し会でした。緊張で死にそうだった。ありがとうございます。ありがとうございます。おへん、リアルお話し会 in 関東でした。次は1月ですね。1月にお話し会、関西だっけがありますね。広島か。まあ暖かかった。嘘、なんかもう今日はずっと暑かった。暑かったじゃない、寒かった。今日もいいねって、ありがとうございます。1月22か。早く会いたいですって。それは会いに来てください。魂を会いに行ってました。どうも、ね、リアルお話し会初めての方もいます。
っちゃ可愛かったなって。よかったです。チカパの時間出た。14時。そうなのか。チカパ祭。わあ、本当だ。あ、1時スタートなのに2時からなんだ。じゃあめっちゃ早い方、早めですね。いろいろお話か、お疲れ様でした。どうも。私から勧めてくれたパック買えたって。確かに遠征の人は逆にいいかもしれないですね。14時です。 STU は3番目です。せいちゃん、直太郎さん、おいでませ元気さん、バラ、カズマさん、だるま、りゅういちさん、ゆるしさん、ひなたさん、カズマさん、ハート、直太郎さん、だるま、ポポさん、ありがとうございます。確かに14時からやけん、みんなは夜ご飯でも美味しい福岡のご飯を食べて帰れるんじゃないですか。でもまあ福岡は空港が近いので、授業終わってすぐ帰らなくても全然ね、あれだと思うけど、帰れると思うけど。泊まりにした。なるほど。結構泊まりにして、あのカフェ、セプラブとかのカフェとかも行きますって人多かった。レポを楽しみにしています。紹介してくれたカフェもありそう。回れると思う。福岡の名物でおすすめあるって。
ないかな。ないかな。さ、いっぱい美味しいものはあると思うけど、住んどったらこれがおすすめって逆にない。福岡空港から博多駅まで歩いたら遠かった。それは遠いと思う。でも天神から博多は全然歩けます。話し会楽しかったって、ありがとうございます。前日までにカフェコンプしますって、どういうあれ。当日でもいいじゃないか。明太子ご飯好きだなって。それはサラも好き、それはサラも好きですよ。明太おすすめっていうのはさ、なんかもう普通すぎるかなと思って、そんなのはもう言わなくてもみんな知っとるかなと思って。うどんって言われる、さ、なんかうどんは福岡よりも香川の方がイメージありすぎて、なんかうどんですとは言えんし、でもラーメンも自分が好きじゃないのにおすすめって言えんし、もつ鍋も自分が好きじゃないのにおすすめって言えんし、みたいな。自分が好きじゃないものは勧めない派なので、本当のおすすめしかおすすめとは言わないので。つ鍋より水炊き派は一緒、サラも圧倒的そうです。私鉄バスが100円じゃなくなった。へえ。歩ける距離だから歩いたらいいよ。時間ある人は、時間に余裕がある人。まあでもそうね、ご飯系、ああ確かにご飯系はまあカフェって感じのカフェじゃないけん、確かにセトラブでも紹介はしてない。してない。ラーメンも今食べたら、うん、そうですね、今食べてみれば全然美味しく食べれると思うよ。もう塩ラーメン食べれたので、まああとは豚骨がどうかって感じですね。そう、地元やけんこそわからないんですよね。なんか普通、それを普通と思って食べてきてるけん、これがおすすめだみたいなのはちょっとわからないですね。
鯛もち屋さんに行ってみたいなと思ってるけど知ってるって、行かないでください、先越さないでください、サラの先を越さないで、サラがもう行こうと思ってチェックしているところなんですよ。先を越さないでくれみんな。そう、この前紹介したたい焼きの、あのアイス、ソフトクリームにたい焼きがボンって刺さっとるやつは、日曜日空いてないので、近っ端の日は空いてないんですよね。やけもし行こうと思ってる人おったら、もう前乗りとかしとる人じゃないといけん。日曜日は空いてない、空いてないんです。ちゃんとみんな、せっかく福岡に来てわざわざカフェ行くんだから、営業日も営業もチェックしておいてください。もうね、行こうと思っとる福岡のカフェはもうあるんですよ。でも事前に言うと、先越されたりするから言わないようにしてるんですけど言わないようにしてるんですけど、紹介のね、紹介の意味がなくなっちゃうのでちょっと言わなくなってるんですけど、まあ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 って感じ。営業日で紹介もよろしくって、でもね、ちょっとそういう細かいところまで紹介するのもありやなとはちょっと思ってはいるんですよ。思ってはいるんですよ。先越されると悔しいっていうよりかは、なんかなんていうかな、それを見て逆にサラが真似していったってちょっと勘違いされたら嫌だなっていうそっちです。そっち変な勘違いを引き寄せたら嫌だなっていう、そっちの考えです。でもまあ多分近っ端より前にサラがもう行っちゃえばいいんですけどね。何個も行っちゃえばもう、でも多分出すまでに1週間に1回だから、投稿頻度がすでに今投稿しようと思って貯めているものもあるんですよ。貯めているものもあるし、やけんまあたまたまそこも行ったことあるってなる人がおるかもしれん。多分ないと思うけど、紹介しようと思っとるやつはもうみんなが多分行ったことないような絶対みんな行ったことないようなところなんで、もう大丈夫です。週1なんでまあ週1じゃなくてもいいんかもしれんけど、まあ週1なんで、まあ、この辺は行ってないでしょう。もう絶対行ってない、もう絶対行ってないって分かるところが一つ二つある。ビルズはさ、いっぱいあるじゃん。そう、なんかサラは基本的にはチェーンじゃないけど、いっぱい日本にいっぱい何箇所もあるカフェよりかは、なんか広島のどことか、まあ広島と東京とか福岡と東京とか、そういうあってもそれぐらいの 2,3 店舗あるぐらいまでのカフェじゃないとちょっと紹介したくないんですよ。スタバとかそれこそ紹介しだしたらもうキリがないじゃないですか。まあ、カフェっちゃカフェやけど
キリがなくなるじゃないですか。だからそういうのは紹介しない。米のコーヒーとか最近行ったけど紹介はしないです。カフェではある、カフェっちゃカフェやけど、そこはちょっと紹介しないでいきますね。1個は、1個サラがまだストックに入れているカフェは紹介する、紹介はするけど、チカッパより後でいいかなってちょっと思ってるんですよね。あの絶対紹介したところでみんなは行きにくい場所なので、女子じゃないとここはちょっと女子しか来んだろうなって感じのカフェなんだね。スマイルさん、ミツさん、イトちゃんに行く、ライディンさんに行く、スケさんに行く、田辺さん、浅香さん、エンちゃん、20世紀とぼちゃんに行く、高広高さん、タレユウちゃんに行く、あら、ライディンさん、焼肉タワーありがたわー。え、なんかね、そうなんよ、本当に絶対的にあの女子しか行けないです、もうこれは行けないので。行けないんだ。あの今までのさやが紹介したカフェって最高難度のカフェになるんですよ。だからあのもう、そうみんなに恥をみんなに、それでみんながあツイートしたいんやと、それでみんなが行ってしまって恥をかかせたくないんだ。それは女子にとってはもう最強最強の、もう最強かわいいカフェなんですけど、なんかそのおじさんとかが行って周りの女子にえっって思われた目をやっぱサラのファンの人に味わってほしくないんですよ。だから紹介し、いや紹介はするけど、まあ行ってとは言わないよって感じ。あくまでも女子におすすめ。今でも女子におすすめのカフェです。なんかそこに行って、まあ貸し切りやったらいいかもしれないですね。貸し切りやったら、貸し切りであのみんなでみたいなのはいいけどって感じ。お一人様女子はいけるいける、全然いける。おじさんとかそういう問題じゃないんですよ。そういうなんかおじさんだからとか言ってるわけじゃないですよ、サラは決して。けどその行ってしまったら、行ったらおじさん、まあおじさんじゃなくてもですよ、若い男の人ででもですよ、行ったら絶対に、まあ、驚きはされるから、それは今週の金曜日に載せます。そう浮いちゃうの、そう浮いちゃうの。だから行かせない、行かせないっていうか、おじさんオタクで貸し切るかって、あそれは素晴らしい、それをしてくれたら素晴らしいよ、それは素晴らしい。まあ答え合わせしてください、あさって。すごい可愛いので、そう可愛いんですよ。だから女オタ、世の中の女オタに、まあ何のオタクであろうと世の中の女オタにおすすめって感じ。サラはその日あの千代さんのアクスタを持っていけばよかったって思ったぐらい
本当それぐらいのあれなんですよ。だからサラもリベンジしたいと思っているぐらい、それぐらいあの本田太田におすすめのカフェなんです。いやまあ紹介を見たらわかるよ、あの多分もう入れん、ドアの前で多分みんな入れん、止まる、と思います。でもサラの女オタの人に行ってほしい、あのサラのアクスタを連れて行ってほしいって思う感じのカフェ。子供連れのカフェ、ん？子供連れの家族で行くようなカフェでもない、なんかもう違うんですよね、多分もうそもそもオタ活用のカフェみたいな感じ、なんかオタ活もう最近流行りのオタ活女子におすすめのカフェなんですよ。だからって感じ。まあ楽しみにしておいてください。男子はハードル高いんじゃない多分。でもさ、なんか多分都会、福岡、東京、大阪あたりではなんかそういうオタ活カフェが増えてるんですよ。だからなんか福岡だ、どう福岡のそのサラがまだ行ったことない方のオタ活カフェがあるんですけど、そっちではなんかあの HKT さん、それこそ矢吹奈子さんとかがあの誕生日の日になんかね、いなんか多分それは多分ファンの人がお金をかけて多分してくれとるとやつかなと思うんやけど、なんか多分そうなんです。そういうなんかちょっと詳しいことは知らないんですけど、多分そうなんやけど、あのその誕生日の日に行ったらあのカップホルダー、あのドリンクホルダーがその矢吹奈子さんのハッピーバースデーみたいなやつとかがあるんですよ。そういうのがあって、でその日限定でそのお店の人があの壁にこうポスター貼ってくれたりとか、そういうやつがあるんですね。とりあえずそこじゃないけど、まあそういう感じのカフェなんですよ。そのサラが今度おすすめっていうか紹介するカフェも、だからそういうカフェにはねぜひとも行ってほしいですけど、してほしいですけど、だからそれはあの貸し切っていただいて、そう韓国アイドルとかが多分よくあるやるやつらしい。ちょっとサラはあの韓国アイドルの方はちょっとよくわからないので詳しくないんですけど、そういうやつなんですよ。だからライディンさん。ありがとう。
やったわ。あー31分になってしまった。35分にツイートしよう。それはどうですか。挫折する未来が見えた。面白そう、面白そう、そうそうそうなんですよ。素敵なわけなんですけどね。ちなみにこれ昨日キングレコードのスタッフさんがくれた普通に名前呼ばれて行ったらはいってはいってこっち伏せてはいって渡されてって言ったジョーさんでした。予備っていうかなんか余った予備らしい。くれたまあ欲しいなとはまあ確かに思ってましたけど、そんな厚かましくねくださいなんて言わないよと思って言ってなかったんですけど、何も言ってないのにくださりました。でここに貼って こうやって貼ってお話し会やろうかなと思ったんですよ昨日。でもちょっとさすがにやめとくかと思ってやめたんですよ。そしたらバッて見たら滝野さんが奈々さんのバッジで全く同じことしとって、ああさら滝野さんと同じのなんか似た脳みそ持ってるなって思いました。そうさらは千穂さんもらって、滝野さんは奈々さんのもらった。そんな知ってくれてるんですねって思って、まあそれ知ってくれとるか、それ知ってくれとるかやけど、違和感ない。これ。でもさ携帯の35分にツイートするんだと。携帯のあのロック画面を千穂さんとのツーショットにしてるんですよ。そしたらたまたま多分千穂さんの前で携帯触った時に見えとって、千穂さんが私だーってそうなんですって言う会話した。セリフ頑張っち、セリフ頑張って頑張れって言葉もう言いたくないみたいなやつ。本人に見られたら恥ずかしくないって。全然恥ずかしくない。千穂さんだけの写真をしとったらちょっとさすがにあれやけど、千穂さんと撮っとるやつやけん全然恥ずかしくない。なんか千穂さんだけのやつやったら、千穂さんにあこれを保存してこれを設定してるんだって見られるけど、一緒に撮ったやつやったから今一緒に撮ったやつやけん、そりゃその写真持っとるじゃんってなるじゃないですか。だから全然恥ずかしくありません。
カパ祭に行くのですが、これは覚えておいてねって曲ありますか？STU のじゃあ、でもこれあんま言い過ぎたらね、まあまあまあ分かっとることやけど、ちょいネタバレになる。いや、ネタバレにはな、みんなもう大体分かっとるもんね。何かって言った。あ、なんもない、忘れとった。ちょ、提出物を今思い出しただけです。全然余裕でした。まあでもやっぱ覚えといた方がいいのは暗闇じゃない？ STU の1枚目のシングルだし、暗闇を覚えといてください。ちおちゃんと隣レーンでよかったなって。でもちおさんと隣やったけど、あのちおさんとの隣は隣でも間が空いている隣だったので全然隣感はなかった。結構忘れ、いや、そういうわけではないんだよ。全然忘れないんですけど、なんかあのイベントの日、なんかお話し会とかそういうやってる日にこう連絡が来たらちょっとあの軽く流しちゃうから、忘れてしまう。普段来たらね忘れないんですけど、隣の宇都宮さんが、いやもうりえちゃんおりえちゃんが昨日隣のレーンだったんですけど、りえちゃんがなんか分からんけどなんか声でかいのはまあもちろんなことなんですよ。まあそれはもう覚悟してたんですけど、あの人机を叩くんですよ、すごい。なんか机をめっちゃなんとかちゃんがバン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 みたいな、めっちゃ叩いて、それがもううるさすうるさすぎてもう困った、本当に。なんかもうそのパ、しかもリネちゃんとはこう近い隣だったんですよ。あの千穂さんとは離れた隣だったけど、リネちゃんとは近い隣で、その叩く音のせいでそのサラのファンの人の声が聞こえないんですよ。えってなるんですよ。机を叩くのはやめてくれと思ってそれを2時間ともされて、もう机壊れるんじゃないかレベルで規制も発するし、机を手痛くないってぐらいもうパン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 みたいな、めっちゃ叩くんですよ。しかもなんか何しようやろうと思っとったら、普通にりえちゃんの女オタの子とかでもめっちゃなんとかなんかパン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 って叩く音が聞こえて、その机を叩きよるお話し会、あの握手会とかで机を叩きよるアイドル見たことなかったけん、もうびっくりして、もうりえちゃんとは隣になりたくないなと思いました、本当にもうりえちゃんとは隣になりたくない。りんことも隣に絶対なりたくないんですけど、もうりえちゃんも追加されました。もう机叩くのでもうダメです。確かに握手会、確かに握手会になったら机叩けんくなるけん、ちょっとりえちゃんには早く握手会を始めてほしいですね早く始めていただいて、一目散に始めてほしい。工藤はなんか大丈夫、工藤
今日はあの大丈夫なんですよ。大丈夫、うるささ大丈夫です。工藤は スマイルさん、さやまっちゃさん、タレセリアさんに行く、カズマさん、バラ、ゆうちゃん、タレたくさん、あさかさんに行く、ありがとうございます。工藤大丈夫だよね。まあ大丈夫大丈夫工藤は大丈夫。ツイート見よう。ベレー帽に紅葉最強ですって。紅葉、そう、ちょっとこれ山賊、これ山賊なんですけど、あの山賊でちょっとした紅葉が見れました。ソラハさん、ソラハさんはそんな声でかくないよ。多分あのその MC とかになったらちゃんと声を張ると思うけど、なんかうるさくないですよ全然。この前 それこそ山賊行った時もサラとソラハさんはまあちゃんと電車とかで、まあ、ちっちゃい声で話すんですけど、もう池田がもう声がでかいんですよ。もう池田が本当に声がでかくて、あとアリちゃんアリちゃんさんは本当に、うん、普段そのアリちゃんさんは声でかいイメージないけど、普段から声はでかくないんですよ。このトーン、ずっと多分同じトーンやけど、あのなんていうかな、多分電車とかでも気にせずそのトーンで話すけんか分からんけど、二人の声がでかすぎて、もうサラとソラさんでシーってもうシーって言って、うるさいって言って、静かにしてって池田がうるす、もう声がでかいんですよ本当に。でかすぎて、でかすぎて、昨日の移動の時もさらとずっと隣、行きも帰りも隣やったけど、本気でもうやめて本気で怒ってもうるさいんですよあの人とか。多分無自覚の声がでかいのかもしれんけど、でソラさんがゆらちゃんは歌が上手いからきっと肺活量がすごいんだろうねっていう話をしとった。多分耳が悪いんかな池田は声がでかいっていうより多分池田の耳が悪いんかもしれん。なんかこっちが言ったこともめっちゃ聞き返してくるし、めっちゃ聞き返してくるし、分かってなくてもあうんみたいなで、うんって答えられるような質問してないんやけどみたいななるんですよ。だけど多分耳が悪いんです。だから悪気はないんですよ多分池田は。耳が悪いあの人は耳が悪いきっと。そう、最近このポーズ しがちなんですよ。人面魚、もしかしてこのツイ何これ。いや自分でね思ってた普通に。ツイートを見返した時にこのポーズが多いなって思った。広島の人が声でかい、そんなこともないと思う多分弥生とか全然そんなめっちゃでかかったわけじゃないし、全然ちっちゃかったし。
聞いてないのも多分あるけど、もうこの距離よ、この距離で、しかも電車とかでこう小声でさ、小声っていうか、まあ普通にちっちゃい声でこう喋って、この距離で話しても伝わらないんですよ。稀による人、稀によるタイプの人。ユノサラピのテンション高めはリネちゃん対策って、全然セリアさん、朝香さん、ニックありがとうございます。あれさっき言ったっけ、テンション高いと言われてもね、さ、大体テンション高いねってみんなが言ってくるときは全然テンション高いつもりないんですよ。分かりません。そう、このポーズは違うんですよ。いっぱい撮ってはいるんですけど、多分漏れた写真が多分このポーズをしとるやつで、ツイッターに載せとるのがこれなんですよ。多分このポーズが、このポーズ以外にもいっぱい撮っとるけど、撮るけどって感じ。そこちゃんは声小さい、常に小さい。漏れるポーズ、まあ漏れるポーズ、うん、自分的に。でもまあそうね、多分知らんけどって感じ知らんけどって感じです。だから自分が選んだ写真がそれになりがちなだけです。多分いっぱい撮っとるな、撮っとるんですよ。その中からどれを選ぶかでそれを選びがち、最近が。このポーズが似合う。でももうプリクラでこのポーズをしたらさ、漏れない人だったんですよ。そう、今まで、ね、まあ、今までプリクラでこのポーズしたら漏れない人だったんですけど、最近これしがち。山賊行って同じポーズで写真撮りますって。頑張ってください。いつも似た構図。それ褒めとんか、ディスっとるんか。でもさ、ツイッターに基本3枚とか4枚写真載せたこと1回もないや。4枚はね、なんか嫌なんですよね。
マくん3号さん、焼肉たくさん、あ、めっちゃたくさん、1、2、3、焼肉たくさんありがとうございます。おいでませ元気さん、バラありがとうございます。私だいたい写真を撮ってもらう人も決まってるんですよ。サラと同じの、同じなんか写真の同じようなセンスを持っとる人なんですよ。に頼むけ。画角大事。2枚がね、4枚載せるとなんかほとんど表示されないじゃないですか。なんかもうこのぐらいずつみたいな風になるけん。専属カメラマンはいないけど、昨日の写真はソラハさんが撮ってくれました。っていうか昨日のもだし、山賊の写真もだいたい全部ソラハさんに撮ってもらった。あ、これもだ、あの緑ジャージのワニのやつもソラハさん。大体頼むのは先輩一緒の時とかやったら、ソラハさんは上手。でもさあ、もうちゃんとあの写真センスはあると思ってるんですよ自分で。でも公演の時、僕隊の時は、あ、でもさやかりんとなんか分からんけど一緒に取り合いみたいな感じ。基本頼むってなったらもうカメラセンスを信じてるのはソラハさんと田中美穂。あ、ひなさん撮ってもらったことないな。そうね、セトラブを見たら確かに分かりやすいかも。なんか写真の撮り方って本当人によって癖が出るなって思う。こう撮る、こういう風に撮るのかって人もおるし、あ、こういう画角ねみたいな思う人もおるし。写真ってセンスが出るよね。でも千穂さんも上手だと思っている。サラはみちゅさんも多分上手、なんか画角
自撮りとかを見たらわかる。なんか自撮りとか物、自分が撮ってる物の写真とか見たらなんか同じ系統の人はわかる。ソラさんも。まあどうなのか分からんけど、同じ、なんか同じものを感じる人は今言った人たち。まあそうだね、男の人はねカフェに本来そもそもそんな行ったりせんはずやけん、取り慣れてないっていうのが多分あるよね。それこそさ、亀子の人とかはめっちゃ人を取る、もうなんか動いとる人を取るのとか上手すごいし、もうこういう系。でも写真、どうなんだろうね。別にさ、もう何か勉強したことがあるとかでもないけん、分からんけど、みんなどうなんでしょう。今はスマホでね、綺麗に撮れるから、まあ絵のセンスはないですよ、サラは。絵のセンスはないです。多分絵のセンスと写真のセンスは多分別なんだと思います。絵のセンスは特にないんであれなんですけど、てな感じですね。じゃあそろそろランキングを読もうかな。9時48位ウェリバーさん、24位ナラブさん、13位スケさん、12位オイルマス元気さん、11位カズマさん、10位ヤジウマさん、9位20世紀ともちゃん、8位タカヒロタカさん、7位イトちゃん、6位アサカさん、5位アカヘルサンタさん、4位セリアさん、3位ユウちゃん、2位マーク3号さん、1位ライディンさん、ありがとうございました。あ、めっちゃ目が乾燥する。それでは終わりたいと思います。これも撮りたいと思います。そう、明日はセットラブより前に、はい、あ、どうやろう。まあでも
ストラブより前に配信するかな。微妙だな、まあ、とりあえず明日は先に言っとけばいいか。明日は、明日のセトラブはさやかりんとあのものづくりのやつなんですけど、スノードーム。明日はあれです、全員参加できるやつです。とりあえず多分セトラブの会員の人限定で多分あのあれされるやつ、なんだっけ、配信されるやつになると思います。8時からですね、配信は。明日です、明日が第1弾です。多分明日は見といた方がいいんじゃない。参加する予定がある人は絶対多分見といた方がいいと思います。その次からはあのキット買って一緒に作る人しか多分見れんくなるかなです。それでは終わりまーす。